2時台最初はザ・ゲストショー、今週はナイツジャパン秋の陣ということで、はい、うん、本日のゲスト中山秀幸さんです。どうもよろしくお願いいたします。いや久しぶりだね。久しぶりです。嬉しいな。嬉しいです本当に。ナイツなっちゃんねえ、いい、なっちゃん近いね遠近法がないね距離はあんま距離は変わんない。同じ距離同じ配置で、配置同じ、はい、大きさでちょっと近く見える。近く、はい、近づいてる、ね、すごい寄りでありがとうございます素敵です。もうなんかヒデさんの番組に呼ばれてる感じが本当もう一瞬で空気がそんなことない。うちくるに呼ばれてる感じ、そんな感じ来てもらったしね、うちくるにもね。ありがとうございます。でもでもさ、やっぱり近くは見えない。今ね、あの昨日のヒロミさんと全く同じ LINE の文字のデカさもう、ね、最大にしてるじゃないですか、このデカさね。もうね、笑いますよね、このデカさ。だからもう、なんか画面だとこれ読み切らない時あるよね。だからあの入りきらないからね入りきらない、そうですね。そう、ちっちゃいと入りきる人もいるんだこれ入りきれない。人メッセージが入りきれない時は人メッセージ入りきれない、うん、もうおっさんですね、やっぱり。いや、おっさんなんですよおっさんなんだけども、あのこれこのさ、え、これ、これ、まあ、大丈夫ない、大丈夫。僕らはまだね、この大きさにはしてない。でも、この間、やっぱ俺も一個大きくしました。嘘、うん。ここまで行ってないですけど、そう、何段階かの。これ以上になっちゃうと、はい、本当に何を言われてるかわかんない。何を言ってたの、もう文脈がわかんない。文脈がわかんない。わかんなくなっちゃう。何を言われてる。これギリ、これ一応ギリはまってるでしょ。ギリはまる。もう、小分けしすぎちゃって。体力内の大きさになってる。そう、そう。ねえ、これ、もう困ったもん。俺56だから。56歳。だからナイツとだって最初に会った頃はまだ30代の、だから、ね、すごいですよね、うん、ですよね。ドンでしょ。ドンです、うん、だから40になったかならないかぐらいだよね俺が。その時にもう帯のお昼のその前ラジカル、ね、ラジカルやってたの37、8だからスタートしたのがね。じゃああの30代半ばにあの沢尻エリカさんのあその事件も体験した。もうそうですよ、あの激動のね、激動のあの別に事件、別にが生まれたの事件、そう、別にの前日ですよね。前日トスを上げたの俺って言われてるいやあれ俺がねきっちり言えなかったから、きっちり言えなかったから翌日別になっちゃった。ラジカルでもう不機嫌だったんで、その次別、もうその翌日別に。そうですよ。俺が火に油を注いじゃったんだよね、俺が。いじったから。いじったから。いじったから。別にのエピソード0が。エピソード0が。ラジカルの俺が。だってさ、まあね、あの後にもう和解しましたよ。ゆかちゃんもね、来てくれてね。どうもすいませんでした、あの時は、なんて話を。10年後にしたんですけどね。すごいですよね。ね、週1でね、出てもらって。そうだ、生で。週1で出たんだ。出てくれた。ラジカルのね、その結末を週一で、はい、長く時間がかかりましたね。10年か、10年か、日テレの日テレの中での10年そのあってね。だってそうだよ、だって弱点を、うん、弱点は聞いていいって言うから聞いたんだよ、うん、俺は、うん、そしたらあっても言いませんって言うんだよ、うん、あれ困っちゃう、生放送なら。そうですね。そしたら、うん、フラーの AD が寄せばいいのに、弱点はアリなんだけど、カンペにアリって書いたんで忘れたと思って、アリです、アリですって本人に、うん、読むわけねえじゃんけ、そういうのあ、ありだ、ありだって忘れちゃった。あのフルバージョンみんな覚えてないもんね。そういう話だったんだ。そういう話だったんだね。そうそう。いくつかこうね、禁じ手というか聞いていいことが決まってたんだけど、その中でいくつか選んでやったんだけどね。まあほとんど答えてはいただけなかったっ。高年なんかかわいそうで、お笑いが好きだからって呼ばれてね。ね、高年、高年。うん、端で立ってて。で、どちらが好きですから、どちらも好きじゃないって言われて。そう、高俊さんもその時出てたんですよ、ね、高俊でいいんじゃないですか、高俊さん直立をどうぞ。うわー、あの後高俊がそーっと帰ってやったんだから、ヒデさん力にならなくてすいませんっつってもうだから結構あの吉本とかの若手とかの登竜門みたいなね、うん、あのラジカルとかポンとかね、そうだからラジカルは高俊とさ、うん、博多華丸大吉とか、華丸大吉さんも出てたんだ。そうそう、であとタッチ、タッチ、ザ・タッチ、天下目 ね、ずっと。ちょっと、ね、ちょっと。そうそう、あの、湘南のね、うん、あの、いわゆる海岸弁で。そうそう。そうそう、1分ぐらいあったかな、うん、尺が。そう。毎日だよ、タッチ。毎日でしたもんね。いまだに連絡取れないんだけどね、港にいるらしいんだよ。置いてまだやってる。まだ置いてる。待ってるって。待ってる。
天天カメ待ってる。ちょっとちょっとね。僕からさ、何ですかって聞いたらギャグだっつんだよ。知ってる。何ですかって。知ってるかも悪いよ。ちょっと俺に言うんだよ。何ですかって言ったら、いやギャグですって。お約束のやつです。お約束のやつだからそれ。そうです。でもナイツはその、あとすぐだよね。はい、ドンになってから。そう、お昼の番組になってから。ドンかな。で、ドンで、金曜日ですね、僕らレギュラーで。そう。やらせていただいて。草野さんとかいましたね。そう。草野さんとか。すごい偉いな、ラインナップだよね、今思えばね。ヒデさんは毎日ですもんね。毎日で、だって徳光さんだったりとか、あと有吉くんだって出てたでしょ、あの人は。ましたよ。そう。だからいつもね、半年に一回ぐらいは、ドンの打ち上げやつだ、ね、打ち上げやってましたよね。そう、六本木とかね、西麻布でやって、もう、いろいろこう、カラオケなんかやってたね。カラオケとかやって、最後ヒデさんがね、矢沢歌って、止まらない母ね。止まらない母で、もう、タオルを投げてみたいな。向こうで配る、タオル配るおしぼり、おしぼりね。おしぼりでやるじゃん。乗ってくれ。いやいややってたの、いやマークすごいな、こういうのが芸能界なんだって。芸能人集まって、カラオケっていうのが初めてだったね。ああいうのない。ああいうのない。あとは、あとヒデさんが漢字でやってた、志村さんの誕生パーティー。誕生パーティー。そう、来てくれたよね。ね、来てくれた。芸能界。そう。あれはもう、マツコだとかな。まあ、いろんなメンバーが。春菜愛さんのお店。そう、愛ちゃんも来てくれてたし。そうそう。100人超えてたからね、一時は。ああ、ほんとだ。師匠が50歳から始めたんで、漢字を。で、70歳までやらせてもらった。うん。そう。それ、ヒデやってくれよ、みたいな感じだったの。最初はね、師匠とこじんまりやってたの。麻布十番あたりで、本当に、もう10人いたかいないかぐらいで、でもみんなやっぱ師匠に、ほら、会いたい人多いけど、なかなか会う機会が。会えない、志村けん。ないじゃん。志村さんの当時、ほら、人の番組に出ることなんてまずなかったから、で、師匠の番組に行かない限り会えないじゃん。だから若手とかね、野球選手とか、お相撲さんとかみんな会いたがってるんですよ。言うんで、じゃあやろうかってなったわけ。いろんな若手を、だからナイツなんかも若手を紹介する。そうそう。で、高俊も紹介したりとか、それがほら、後にみんな仕事になったり。そうですね。そこでお会いできました。そう。だからだんだんそこでネタをやってもらったりとか、うちだと花子なんかも紹介して、師匠の前でネタ見てもらって。花子も行ってますか？そう。後半はね。で、その、で、バカと、だからバカとのに、その後、まんま師匠が呼んでくれたりとか。すごいじゃないですか。もうそんな最新の芸人までやられてたんですね。そうそう。最後までこう見てて、いつ若手を一番最新の若手僕が紹介するっていうのをやってたんで、そう一回の聖鷹トムで失敗したことがあったんで、失敗したんですか？なんでですか？ダジャレダジャレおったまげだっつって、おったまげ師匠がおったまっつったんで、それまた師匠酔っ払って周りに女の子いっぱいいたんじゃないですか？そうなんです、いっぱいいましたね。全然じゃなかった、見てなかったつまり、結局それが一番楽しみで、あんまり僕らの話聞いてなかったと思って。聞いたんでしょ、手入ってます。谷村新司さんみたいな人。そうでしょ、お酒が飲めないと。師匠、手出したらいいんじゃないですか、両手塞がってるから。水鳥みたいになっちゃう。酒が飲めないですよ。師匠。手を。師匠じゃないですよ。そのテーブル行けないですよ、僕ら。違うテーブル飲んでますよ。最高だろ、手術を。いや、最高でしたよ。もう最後のね、昭和のエンターテイナーだよね。でも、あと僕、ヒデさんに、2009年ぐらいですかね、安倍晋之助と飲むから、お前巨人ファンだろって言って、俺一回連れてってもらったことあるんですよ。行ったね、晋之助と。3人ですよ。そう。俺も、年下ですけど、俺、やっぱ野球選手のリスペクトすごいんで、焼肉ですよ。有限定かな？はい。ほとんど僕はもう、うわ、安倍晋之助だ。そうだよ。花が好きだって言うから連れてたんだよね。で、三之助じゃない、晋之助だ。誰が三之助？そのモノマネ芸人みたいな。あれ晋之助みたいな言い方やめてください。安倍三之助。本人が言っちゃったことやな。あれ晋之助じゃない。あれ晋之助。言ってましたよ、本人がね。モノマネいるんだよ。あれ。モノマネのあれから俺に連絡して、ありがとうございますって来たんだよ。あれ晋之助からね。週一で見てましたもん、俺。見てた？あれ晋之助からしたら、周りがね、誰も分かってなくて、フォローしなかった。俺が、モノマネ芸人言いますよって誰か言ってほしかったもん、生放送。気づかない。この前の手術。あれ、新之助ですかって、ヒデさん言ってたんです。誰も気づいてもらえなかったでしょ？よくある、よくある。よくある。よくあるんだ。うん。大谷君が WBC で帽子投げた時に、ジュリーじゃないんだから、その店に。ビクトビクしたかった。Z 世代わかんないですね。Z 世代。ですよ。何言ってんだろうと思って。そのままコマーシャル行っちゃった。あれっつって。親父ギャグだと思われてるでしょうね。何言ってない。ジュリーじゃないんだからって言ってほしい。言ってほしい。違いますよってなるじゃない。帽子が違いますよぐらい見ない。ね、言わないです、言わないです。だいぶ言わないです。師匠ですね、もう本当に。本当ですよ。浅草のもうちょっと、その域に来ましたね。芸歴もそうだけど、もう売れてからの歴が長いから。そんなことはないけどね。40年ぐらいかね、もう。うわ
40年もテレビ出てる。そうですね。ですよね。そう、アルタでデビューした時17歳だから。17歳そう。毎日。吉川晃司さんの、そう。ね、オーディションですよね。第2の吉川晃司。第2の吉川晃司募集で入ったんだよ、俺。歌で入ったの。そうか、そしたら、歌が向いてないって言われて。歌で入ったのに歌で入ったのに歌で入ったのにすぐよ、3ヶ月もしないうちに。ちょっと歌向いてない。歌向いてない。俺はね、違うの。吉川晃司、第2の吉川晃司で言うけど、はい、第2の吉川、吉川晃司2人じゃないじゃない。まあ、そうそうそう。ね、吉川晃司じゃないっていうね、自分あって、はいはい、曲も、あの、まあ、ポップスもだり、秀樹さんのギャラン、はいテープに送ったんですよ。はい、ギャランドゥと、はい、あと、柏原芳恵さんの女の歌も歌えるって、春なのに。はい、あと、演歌も歌えるって、うん、梅沢富美男さんの夢芝居になった、だから、第二の吉川晃司だって言ってるなんて、ここからちゃったって。お前は何聞いてたんだって。吉川晃司だって言ってんだろ、ね、その時点でもう。でも、募集してたらこっちだからと思って。うん、いや、俺は第二の吉川は二人いりませんって言って。いや、でも、いるんだっつって。噛み合わないですね。噛み合わないですね。でもじゃあやってみろって言ったんです、うん、3ヶ月したら、あった、今一応歌うまくねえなって、なって、ちょっと芝居に行かないかっつって。で、ドラマのレッスンとか芝居のレッスンを始めて、で3ヶ月の日にちょっと芝居も向いてねえんじゃないかってなって、もうたらい回しに渡辺プロの中になって、で、その頃1984年に渡辺プロがお笑いのビッグサーズデーっていう、はい、初めて、あの、これからテレビがバラエティーになるっていうことで、そこから始めたんですか？昭和59年。で、そこで募集して、お笑いやりたいやつ集まれってやってきたのが、俺と、相方の松野と、本社箱の石ちゃん。あとは、作家の三谷先生、三谷幸喜さん。三谷幸喜さん、作家も同時に募集した。そうなんだ。だって三谷さん、だから最初俺らのコント書いてたの。そうなんですか。プロにいたんです、最初。その、まあ、そう、レッスン生で。プロの、あの、作家候補、だから、あの、放送作家候補とか、そういうところにいた。まだ古畑とかも全然前。全然前。多分大学生だったか、大学出たぐらいだったか。あ、そうですか。だって俺高校生だ、高2だから16歳だ、俺。だから、ちょっと先輩になるんですか、石塚さんと。石塚は60だけど、うん、同期で言えば一緒。一緒。その前にも歌で先にやってたんだ。歌で入って、そう。ね、だから歌やってダメって言われて、芝居やってダメって言われて、うん、とにかくバラエティやってみると。でバラエティで天下取ったら、うん、お前のやりたい歌と芝居はできるよって言われて。だって断ったらさ、うん、群馬帰るだけだからさ。じゃあやってみますってお笑いもわからない。うん、何にもわかんないけど、そっから、その毎日のようにそのお笑いの、みんな手探りだったけど、レッスンが始まる。だって、一日がほら、佐藤さんって言って、ゲハ佐藤さんって、フジテレビの当時の、ひょうきんディレクターが来て、レッスンでしょ。で、もちろん日本放送の湯浅アナウンサー、はい、大ベテランの、湯浅さんがアナウンサーの勉強も、だから俺週に1回アナウンサーの勉強やってた。うわすごいなで、ネタ作りでやって、で、ダンスやって、結局歌もやるんだけど、1週間全部レッスンやる。その後に、俺らが出たから、ネプチューンが来たりとか、まあ、今に至るわけだね。ハライチとかに至る。もう本当なんかあの、ドラマでは別班みたいな感じですね。もう、ありとあらゆるものを、そう、手探りだね。やっぱやられて、習得して、だから司会業も何でももう、そこで培ったものが。その時はなんでやるんだろうと思ったけど、なんで。そういうことですよね。アナウンサーの勉強しなきゃいけないのかなとかはあったけども、いずれそれが自分の、まあ、仕事になっていってるんだよね。今完全にもう司会とかね。本当だね。マルチでやっぱりできるようになったっていうのは、そういうところで鍛えてたからっていうことですもんね。その時ね、そんなだから不思議なことではなかった。自分がやっていく中でね。ああ、こういう方とか、アナウンサーの方はこういうふうにやるんだっていうのは、ある程度は知ってたよね。で、一番初めにこう、バーンって出たきっかけっていうのは、いただきます。あの、小坂井さん。小坂井さん。はい。あれ、いただきます？ご機嫌ようの前。はいはいはい。あの、笑っていいともがあって、うん、その1時間あって30分下に、いただきますっていうのが始まる。始まって、うん、あれが昭和60年に始まって、うん、その時にアシスタントで、エビブラザーズ。あ、それが最初なんですか？そうだ。これで、もう、昨日までとは変わるわけだね。ああ、いった。な、春休みの視聴率 20% 超えてんだよ。うわぁ、そうですね。夏休みとか。いいともから、いいともから 20% 撮ってて。そうだ。それで、そうだ。高校生じゃん。電車で行ってたんで、中央線で、国立から。で、行って、そして、もうしばらくしたら、あれ、毎日こう出待ちの子が増えてて。冗談抜きで、もう最後は国立まで本当に満席になるんじゃないか。中央線が。ファンで埋めて。ファンで。だって乗っちゃうんだもん、一緒に。
や出待ちどころじゃないやつ、ね、まあ歩いてるから乗れちゃうけどねだから途中で降りるやつも出てくるんだからファンだけどファンだけどもう家の近くで降りちゃうじゃっていう人もいるのに送る俺がいたりなかったもう分かってきた分かってきた顔なじみになって顔なじみになってすごいな国立からが寮があった寮があった渡辺プロの寮があったんで国立電車で通ってたんだけど、であんまりそれで忙しくなっていくんでまあ近くに越すことにはなるんだけど高校生でテレビ出てる人ってあんまり今いないっすよねダメでしょだってなんかね。だって、あの、基本的にはやっぱ学業優先だから、だってさ、高2で帯はダメでしょ。高2で帯は意味わかんないですよね。やばっ。一日も学校行けないじゃないですか。そんなもん行けるわけないじゃん。行けるわけないですよね。だから俺ずっと2年だよ、俺だから。うわぁ。卒業できない。結局ね。ああ、まあ、じゃあもう、高3で中退だから。そこら辺の時の、学力というか勉強とかはもう全然。何にもできてないし、うん、あの、やろうとは思って、まあ、その、まあ、通信やろうとかいろんなことあったけども、うん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 、まあ、もう忙しすぎて、そういうとこじゃなかったんで、そのまま終わっちゃったんで。じゃあもう芸能界が学校みたいな感じですよね。そうだね。だ当時、今は学業優先で、学校のスケジュールに合わせてくれるけども、うんうん、当時は、あの、まあ、学校に行きたいったら行けっていう、ね、行けばいいじゃん。うん、そこは仕事はないって言うだけだよね。うん、あ、その代わりも。お前何しに東京来たの？なるほど。学校行くために来たの？っていう、いや、そうじゃないですと。うん。まあ、それほど行きたくもないしね、別にね。まあ、そうですね、うん。芸能界に入ったわけですから。そう、入って、それやりたかったけど、うん、まあ、今みたいな考え方ではなかったかな。うん、だから、僕らみたいに結構中退してる人が多かったね、当時は。まあ、だからやり直してる人もね、結構多いと思うけど。そうですね。元祖ユタボンみたいなことですよね。完全に違うでしょ。全然違うでしょ。ユタボン。ユタボン的な、ね。経緯から何から全部違うでしょ。家でできるからね。学校行ってないですよ。全然違う。YouTuber じゃないから、俺。学校行ってないですよ。一歩も出てないよ、部屋からそしたら。行かなきゃいけなかったっていうこと。その後もね、うん、全部この、そっからだからずっと出てるからすごいことです。そっからやっぱり、あの、言った通り、本当にドラマが始まるんですよね。うん、秋には日本テレビでハーフポストの俺たちっていう。え、そのね、うん、レギュラー始まって、その日、年の秋ですか？秋。6月に、4月にデビューして。高校生の時にもう。そう、主演デビューするの、次は。ドラマの主演デビュー秋には。うーわいただきますが、小60の4月に始まって、10月来るんでは日本テレビで主演で、ハーフボットの俺たちっていう、あの、フレンズが主題歌の、レベッカの。それヒデさん主役俺主役になるんですよ。で、まあ、水曜10時だったからちょっと忘れちゃったけど、そういう日本テレビのドラマに抜擢してもらって、で、その年がすごいのは、その年も、オールナイトニッポン、土曜日4時間。鶴子さんが終わって、鶴子さんの次なの。4時間ってことは、もう一部、二部、全部。全部みたいなこと全部やった。ヒデさん？うん。俺、だから最年少パーソナリティだよ、多分。18歳になってるね、もうだから。18歳は大丈夫だったんで。そっか。働いてもいいからね。働いてもいいから。あ、夜中の。ただ、当時はね、二部を録音して、はい、だから先に撮っておいて、一部生やって、二部は録音出したと思う。あの、18歳の時は。はぁだから、うんまだ力も腕もないから、二部の方が元気だし、ネタが新鮮なんだよね。あ先に撮ってるから。先に撮ってるから。はいはいはい。だからもう、一部の一番大事なとこ喋ることはない。生放送で始まりましたの時にもう、あれダメだ。あれ、この後言っちゃってるからこれやめる。それ絶対おかしい撮り方。おかしいでしょ ?3 時頃その話になりました。めちゃくちゃ詳しいぜ、それ。詳しいことは30分です。いや、考えられないな、それ。すごいな。すごい激動の昭和60年ですよね、だからね。その時は高3ですよ。だから、まあ、その、行けなかったですけど、高3になるのか。そうだね。だからヒデさんなんかまたすごいのが、こう、東京とか大阪とか関係なく、この大阪の、大御所の方とかももう、なんかすごい、なんか、上岡龍太郎さんとか、新助さんとか、屋敷隆人さんとか、なんか絡みはあるじゃないですか。すごい可愛がってもらったんです。まあ、三師匠、だ文師匠。文師匠とか。三師匠が文師匠で、クイズ年の差なんて。まあ、そって、そう。見てたな、クイズ年の差なんて。あれは三師匠が司会だったんで、邦子さんと。で、その時パネラーで、ヤングチームで。森口さんと俺と。チーム、そう。ヤングチームだ。アダルトチーム誰がいたんですか？あんた、高島忠夫さん。うつみみどりさん。うつみ。おひょいさん。おひょいさん。おひょいさんいた。こういうラインナップ。年の差なんてあった。ちゃちゃちゃら、ちゃ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 。NG ワード。知らない NG ワード。いや、あの時のテレビ、もう一回見たいな。いい時代ですよね。気持ち悪かったね、やっぱり。クイズ年の差。クイズ年の差なんてがあって、その後、そうだね、だから、高人さんとか、上岡龍太さんともレギュラーやったりとか。高人さんだからひどかったよ。ひどかったですか？すごかった。俺、高人さんが、帰っていく姿、俺、一回止めてるからね。生放送で。
あ、生放送に帰ろうとしちゃったんですか。あの高人ドバーって昔あったじゃん、はいはい、大阪で、うん、東京でもやるんですよ、うん、高人さんが、はい、テレ朝でね、はい、深夜番組で、はい、でその時のゲストが、うん、それこうあっちはバーだけどこっちは料理やりながら、うんうんうん、高人さんがゲスト迎える、はい、その時のゲストが俺と大竹誠さん、はい、で高人さんが振る舞ってくれる、うん、生放送で料理作って、うん、そしたらね、あのまあ高人さん真面目なんだよね、レシピを全部書いてスタッフに送ってるんだけど、その日に限って味の素がなかったね、うん、味の素ないんかいってフロアに聞いたわけ、うん、そしたら、ね、あすいません忘れましたでもいいし、うん、あすいません今買ってきますでもいいんだけど、うん、あのなんかフロアが、うん、すいません味の素がないって言ってるの、うん、お前に聞いてんねん、味の素ないんかいって、うん、味の素ないんか聞いてんねんあ生放送中よ。もうぐったぐたになって、ぼったぼたになって、まあまあまあって言いながら、うん、俺が帰るって、バーって感じで帰って、で、CM 明け、俺と大竹誠さんが料理を作る。すげえすげえその話ちょっと一旦 CM 放送情報、味が決まらないね。この後も中山秀明さんお付き合いいただきます。大事だね、大事だ、うまみ調味料。ね、引き続き中山秀明さんをゲストに迎えしております、宝石箱の奈美さん、はいはい、私は中学1年生の時に、うん、秀さんの主演のドラマ、うん、ハーフポテトの俺たちで一目惚れして、おお AB ブラザーズのファンクラブに入ってました、バレンタインデーにチョコレートを送ったらファンクラブから全員に会員全員にキャンディーのお返しを送っていただいたり、律儀なファンクラブの印象でしたという。ああ、ありがとうございます。で、そういうことがあったんですね。うん、す主演ドラマでね。あの子デビュー作ですね、だからね。ドラマで。今はちょうど話してた。ね、そのフレンズが主題歌の。18歳の時に。そう、河合美智子ちゃんとね、やったドラマですけどもね。ファンクラブ今井美樹さんなんかも出てたんだよ。あ、まだ新人の頃で。へぇ、うん、じゃあもう結構な若手中心の。そうそうそう。ドラマみたいな感じで。青春ドラマですね。青春ドラマです、ね。ハンバーガーショップで働いていて、まあ、その当時、渋谷のハンバーガーショップで働くっていうのがかっこいい時代よね。まだなかったから、それまでが。そう。あ、それでハーフポテトね。ハーフポテトだな、俺たち。静かなるドンも、その後ね。そう、この10年後が静かなるドンも。10年後か。やっぱまだ20代だったんですね。そう、静かなるドンも26とか7なんで。すごい。すごい。27歳ぐらい。芸人の全ての芸人の中で最速ですよね、多分。異次元ですよ、多分。本当？オリエンタルラジオよりも全然余裕で最速だと思います。18で主演ドラマいないよ、そんな芸人は。武勇伝、武勇伝。武勇伝、武勇伝。言い方がおじさんですから。置いてっちゃったから、全部ね。跳ねないね。跳ねない。武勇伝、武勇伝。でん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 。でん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 。置いて言うから。言い方がもうおじさんです。置いて言うから。あ、メールね。虎の、尻を、うん、うん、若い頃大好きを毎週楽しみに見ていました。嬉しいね。パチンコ企画が大好きでしたけど、うん、辛い企画なんかはあったんでしょうか、うん、ということですけどもね、うん、また奥様は元宝塚トップの娘役の方ですが、はい、家ではどんな夫ですかという、ね、ことですけども。でも、そうですね。うん、大好きはね、うん、この間、BS 日程で復活して、ああね、そうだ、今回も3回目があるんですよ。あ、そう、今週の土曜日の夜7時から BS 日程で、はい、第3だ大好き集まります。飯島奈子ちゃん、松本彦子ちゃん、そのスタッフさんとかも昔の方がいるんですか。昔の、うん、あの本当に少ない、もうごくわずかで、みんなやっぱり定年なさっちゃってたりとか、もうだって終わってから24年ぐらい経ってるから、あ、大好きって、そんな経ってますか。経ってるんですよ。だからまあその残党というかね、もうそのなんていうか気持ちのマインドのあるスタッフではありますけどね。なんかやっぱり見ちゃうんですよね。すごいなんか楽しい気持ちになるという、嬉しい、心がね、あのなんていうのかね、ちょっと疲れてる時、はいはいはい、いいみたいね、うんうん、いや、そうそうそう、なんかあるでしょ、俺ね、太田さんにもそれ言われたんだよ。太田さんにも言われました。昔太田さんが、はい、ね、あの独立でさ、はいはい、なかなかうまくいかなかった時あったじゃん、はいはい、でこうで、まあもやもやしてたんだって、はいはい、その時大好きが、はい、で俺がスリーショットで、はい、港でね、はい、花火かなんかをね、手をつなぎながら見てたんって、はい、泣いちゃったんだって、その時。太田さんのメンタルも太田さんそういうメンタルね。あんな風に見えて、あんな風に見えてよ。あんな破壊王みたいなね、男が深夜に大好きな。大好きに見て泣いてたんだ。泣いちゃったんだ。何なんですかね、やっぱ泣い、なんか、なんかわかります。わかる、わかる。心に、うん、なんか来る、染みるんですね。なんか、まあ、当たり前のことを、まあ、こう幸せであるような、なんかそんなのを、太田さんも感じるらしいのよ、そういうとこ。あるらしいのよ。一部そういうとこあるんだよ。なんかやっぱ非現実的なものを見せてくれた、
のが、ヒデさんの番組、夜も引っ張れもそうだし、そうだね。なんかそんな気はしますよ。芸能界っていう感じでね。うんうんうん、で一方、当たり前なんだけど、やってないなって、女の子とさ、手繋いで歩くなんて、友達同士っていいよなとか。手繋いだりするんだ。2人だったらなんかあれだけど、3人両脇だから、よかったのかもしれないですね。でもあれもさ、無理やり繋いだわけじゃないわけ。うん、もともとは、アッコちゃんほら目が悪いじゃん。誰にでも捕まるじゃん、そうですね。目が悪いから。目が悪いからだもん。だから、うん、捕まって、すぐ捕まるでしょ。すぐ捕まる。なんか、すぐ触ってきます。飲み会の時とかにいつも捕まるから勘違いしちゃう。あ、目が悪い。あれで、あれで距離が上がってるの、距離上がってる。あ、そうなんだ。あれで距離見てるの。だから、で、それで捕まるから、なお、松尾さんだけってわけにいかないからって、なおちゃんもってなったわけ。あ、そうなんですか。それが、そうそうそう。最初で松尾ちゃんとだけ腕組んじゃなくて。おかしいでしょ、だって。おかしいっすね。3人でやってて。男女3人で。ね、ずっとヒデさんとアコだからね。腕組んで。なおちゃんがその顔しらーっと見てるのもおかしいから。じゃあなおちゃん。松尾ちゃんとはもう10年来、寮も一緒だったから。ああ、10年来の親友だって始まった時には。で、なおちゃんとは初めての仕事だった。でもこれが生涯の仲間になるっていうのは、その時点ではまだね、うん、あれでしたけど、もう今あれからもう30年ね、以上経ってるわけでしょ。そうですよね。うん、大人気ですね。BS でね、また今度復活。復活第3弾。今度箱根をやりますけれどもね。最高。何にもないですよ。何にもないけど面白い。あ、ただ箱根行ってるだけ。ただ箱根行ってブラブラしてるっていう。でも今そういう番組増えたじゃない。いやでも本当自然体で楽しんでる感じですよね。もう本当に今は増えた。増えた。なんか昔あんまなかった。なかった、ね。めちゃめちゃだから否定的だったよ当時は。テレビを冒涜してると。ただ遊んでるだけを垂れ流ししやがって。なるほど。ほらパチンコが楽しかったとかね、ピクニックが楽しかったとか今は言ってくれる方も多いし、でも当時のテレビ批評だと悪かったです。へえ。なんだの、もうちょっと何の企画考えろ。企画考えろとか何やるんだね、なんだふざけ。やがってテレビの冒涜だって言われたんだけど、うん、それが大ヒット結果するんだよね。はあ、だから今 YouTube とかそういうことですね。結局そうだよね。普段の家で飯食ってるとことかね。そうそうそう、大丈夫、そうだもん。そうですよね。うん、何にも起きないけれども、何にも起きない面白さってあるじゃない。うん、平行線の笑いっていうか、ナイツのネタ得意だね、平行線の笑いあるじゃん。そうですね。淡々と。淡々とやって、淡々とやるものをやり続けると面白くなるみたいなね。そう。だから、ナイツ的な感じ発想で言う。いや、そんな。先ですから。だいぶ先です。今日始まる前になっちゃんが、大好き、見てたったら、なっちゃんの中であのエロい番組ですよねって言って。なんでエロい番組だと思う。大好きっていう時に、女性が、そうそう、それだけでしょ。セクシーな。ああ、そうか、それ。ツーショットね。そうそうそう。かわいいね。はい。で、深夜だったっていう小さい時の記憶で、なんかエロ番組だった。エロじゃないじゃん。大好きっていうタイトルだから。エロ番組。それがこの3人がいつか何かするんじゃないかと思って見てた。先生、何でもやってもいいけど、テレビであれやっちゃダメだ。あれ以上はダメだ。テレビ。うん、ダメなんですね。山本監督じゃないから。あるですよとか、トゥナイトとかじゃないですよね。トゥナイト監督のロケじゃないから。大人の社会学じゃないから。間違いない。そうなのよ。混ざっちゃった。大好き。そう。だから、今だったら、だから、すごい読んだ。大好きって言ってたキューショットガールが、篠原涼子ちゃんとかだ。仲間由紀恵ちゃんとか。そうだよ。仲間由紀恵さんだった。そうだよ。あの、大好きって言って、その、エロいと言われてる、そのセリフを、言わされてたのが、由紀恵ちゃんとか、篠原涼子ちゃんだから。すごい。そういう世代が新人だったと。いいですね。と、新人の登竜門でもあったね。また人気番組だから、そうですね。一瞬でもいいから映って、そうそう。ヘンリー・エミリちゃんなんかもそうだね。へぇー。うんうん。だからエロ番組じゃないんだよ。みんな青春派ですから。由緒ある。由緒は登竜門。いつか出てやろうと思って。ありがとうございます。まあ今度やって、今度大好き言ってるじゃん。大好きやってる。一回ちょっと練習しようか。あ、練習。ドン。大好き。わお。わお。近いね。近くない。伏線回収しない。2歩前行きたい今。近くない。伏線回収しないか。始めと終わりの近いねじゃない。ナイツ的な話題です。伏線回収の伏線回収。ナイツ。俺大好きナイツの作りが。ナイツの好きなの。進まないやつ好きなの。進まない。進まないやつ。進まない。進まないじゃん。ずっとほらボケるから。平行線のやつ。平行線のやつ。もう時間。ほら。お分かりの時間。巻き出てます。巻き出てます。ちょっとお知らせお願いします。せめてお知らせ。お知らせを。ライブがあるんですよ。そうなんです。ライブが。これがですね、久しぶり4年ぶりに、昭和歌謡のライブをやらせていただきますので、カラオケ招き猫プレゼンツ、ヒデライブ2023、令和も大好きということでございまして、11月30日木曜日、
会場はですね、ヒューリックホール東京、チケットは全席1万円プラス税でございます、はい。詳しいことは渡辺エンターテインメント中山秀之のホームページをご覧ください。はい。今回です、大好きメンバー揃います。すごい、全員揃う、で昭和歌謡デュエットやったり、松本さん奈緒ちゃんにもソロを歌ってもらいます。あ、すごい。であと春菜愛ちゃんも出ますね、うん。それからジャナイズ5っていうのがうちにはいまして、はい、じゃない方の芸人なんですけどあ、見事に、もう我が家矢田部さん、矢田部さんとはじめくんはシャレになんないぐらいじゃない方になってますね。であとお願いします。そうですね。であとアンガーズ山根さんが、ね、山根さんもね。で今回ですね、土佐兄弟、あ、今 TikTok 大人気で、そうなんです、ね、土佐兄弟ね、ゴミでじゃないって言われちゃうともう元も子もないんですけど土佐兄弟2人で入ってるんだいや、これじゃあね、ちょっと昭和歌謡ふんだんですので、なるほど、分かりました。ヒデさんもね、何曲も歌う、昭和歌謡たっぷりございます。11月30日、はい、ということで、はい、本日のゲスト中山秀之さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。